どうも、浜の YouTuber、三重野です。今回もプラス PS やっていきます。今回なんですけど、称号やっていきます。はい、まあ、久々のね、称号なんですけど、今回の称号かなり大事です。まあ、今回5人やっていくんですけど、まず1人目、有原選手だね。ベスト9のものなんですけど、まあ、こちらはすでにオール A でかなり強いんですけど、まあ、9位型にしたいと。そう、できればフルドーチとかにも持ってくるんで、まあ、ちょっと9位型を狙いつつやっていこうかなと思います。で、2人目、ソト選手。こちらもベスト9のものですね。で、まあ、パワーが85あるんで、できれば88とか狙ってやっていきたいなと思います。で、3人目、菅野選手。こちらすでに称号がついていて、まあ、強心臓がついてるんですけど、まあ、できれば9位型にしていきたいんですよね。まあ、やっていきたいと思います。で、4人目、梶谷選手。こちらは特にね、パワーが A 乗るとか、総力 A になるとかないので、まあ、こちらもちょっと気楽にやっていこうかなと思います。で、最後5人目、上沢選手ですね。こちらもかなり大事です。9位が77なので、まあ、9位プラス3とかすればね、9位 A になるんで、ちょっと9位 A をね、狙ってやっていこうかなと思います。といった5人ですね。有原選手、外選手、菅野選手、梶谷選手、上沢選手、やっていきます。誰からいこうかな。梶谷選手からいきましょう。まあ、特に何か重要なものはないので、まあそうだね、パワーが上がってくれればいいかな。まあミート上がってもいいとかなとか思うんですけど、そう、総力がね、A になるとかだったらちょっと楽しかったんですけど、特にないので、極意書もなしでいきましょう。まずは、小手調べ。本日の運はどうでしょうか。さあ、どうだ。お、圧倒的パワー。これはミートマイナス1とか、かな？違う。パワープラス2ですね。なるほど。普通。こっからですよ、運が必要になってくるのは。次、外選手行きましょう。こちらも極意書はなしで行こうかなと思います。特にね、何か重要なものはないので、行きましょう。極意書なしで、まあ、できればパワーが上がってほしい。行ってこい！パワー88とかかっこいいからね。さあ、どうでしょうか。強打者。シンプル。おー、でもいいんじゃない？何が上がった？あー、ミートプラス1、パワープラス1ということで、1個ずつ上がりましたね。ミート74、パワー86ということで、パワー86になりました。もう1個くらい上げたかったけどね。できれば。まあでもいいんじゃない？かっこいいかっこいい。次ですね。菅野選手行きましょう。結構ね、いいんですよね。強心臓って。なので、これよりいいのがつけば変えていきたい。9位プラス2がつけば、まあ9位型に持ってきますね。9位とスタミナ同時とか。で、一番最悪なのは、請求が上がることですね。それが来ると一番まずい。行きましょう。こちらも極意書なしでいきます。頼むよ。極意書はね、上沢選手と有原選手に使っていきたい。さあ、どうでしょうか。お、本格派。なんだこれ、本格派ってなんだ、わからない。さあ、ドキドキです。9位プラス2、請求プラス1。お、いいんじゃない。おお、来た。待って、84、来ました。これはちょっとびっくり。84同値、フル同値来ました。やば、テンション上がってちょっと声枯れてるんですけど、いや、これはテンション上がる。84同値やば、初めてです、これできたの。おー、かっこいい。ちょっとね、あんまり称号確認しなかったので、今回この称号がそうつくとフル同値になるっていうことをね、最初に把握してなかったので、いや、びっくりしました。いやー、オール84。かっこよ。いや、これは本格派にします。はい。いやー、かっこいい。84。初めてです、フルドーチ。ちょっと舞い上がってね、声裏返っちゃいましたけど。いや、いいんじゃない？極意書使わないでこれが出たのは完璧です。この調子でいきましょう。どっちからいこうかな？上沢選手からいこうかな？上沢選手は9位プラス3ですね。を狙っていきたいので、9位プラス3っていうのは、星4だと火の玉ボール、あと超特急か。火の玉ボール、超特急がつけば9位が A と。星3だとうなる剛腕ですね。これがつけば OK。まあ、星2だと全力投球かな。がつけばいいんですけど、ちょっとね、どうしようかな。極意書、できれば有原選手に極意書はね、使っていきたいので、そうだな、3つ、4、星1はなくしていきたいので、4つ使っていきましょう。頼むよ。星2以上確定でいきます。お願いします。9位 A 頼むよ。火の玉ボール、超特急。お、いいんじゃない、本格派。あー、でも今さっき出たやつだから届かずか。
そうですね。いや、菅野選手と全く一緒のつきましたね。本格派ということで、9位プラス2、正9プラス1ということで、惜しくも9位 A 乗らずと、優勝後でした。いやー、ショック、これは。悪くないんですけど、そう。極秘書使ってこれはちょっと厳しいかな。9位、まあ9位、2位上がったのは結構嬉しいんですけど、惜しかったね。アニバの噂選手とかだったら、ちゃんと乗ってたんですけど、9位が A に。いや、惜しい。いや、今のはちょっともったいなかったかな。うわ、有原選手行きましょう。有原選手2回できるんですね。ってことで、有原選手で狙うのは、まあ、9位プラス2。最低プラス2だね。なんですけど、できればね、菅野選手同様に、フルドーチ狙っていきたい。そう。永久期間がつけば、星4の永久期間がつけば、オール82同値なので、まあ、これを一番狙いにやっていこうかな。もしくは、9位型ですね。火の玉ボールとか、超特急がつけば、まあ、9位型になるんで、その辺もできればつけていきたいですね。で、有原選手2回できるので、とりあえず極意書なしで1回いきます。はい。いきましょう。これでもう、ワンパンすれば、完璧。頼むよ。はい。9位自慢。ということで、チャリーンって感じでした。おー、でも、いや、ダメだね。9位プラス1というシンプルな称号でした。残念ながら9位型にはできなかったので、もう一回行きましょう。ベースの辺、いや、続けて称号だね。はい。もうこれは、使おうか。極意書5個。極意書5個使って星3、星4確定でいきます。でも超特急狙っていきましょう。これはもう、惜しまずにいきましょう。頼む、本日ラストお願いします。超特急3、4、永久期間。永久期間ってなんだ。あれ、これ来たんじゃない、ワンちゃん。永久期間だっけ。お、来たー、来た、来ました。82ということで完璧でございます。狙い通り永久期間つきました。9位スタミナ請求オール82ということでできました。今日いいんじゃない。菅野選手と有原選手ということで、オール82、84できました。やば、いや、今日だけでフルドーチ2人作れると思わなかった。ていうことで見てください。いや、これかっこよすぎじゃないですか。一番つけたかった称号つきました。いや、これえぐいね。この称号ついたのはマジで完璧。はい、そんな感じで称号大成功に終わったわけなんですけど、後日ね、新しく称号できる選手が2人ほどね、まあ、いるので、ちょっとやっていきたいと思います。ってことで、エスコバー選手、それから、千賀選手ですね。はい、この2人がね、ちょっと称号できそうなので、追加でやっていきます。とりあえず、ベスト9の千賀選手からいきます。で、まあ、千賀選手の能力は、まあ、結構ね、高いんですよね。そう、9位が84あって、そう、スタミナも81あるんですけど、まあ、何かがね、9位とスタミナ同時にできるとかはないので、まあ、気楽にやっていきたいと思います。まあ、請求が B 乗ればかっこいいかなという感じですかね。はい。まあ、9位が上がってもいいけど、行きましょう。そう、スタミナ消費半分でね、結構選手が育成できたので、やっていきます。継承しましたよ。アニバから。こちらのベスト9に。さあ、どうでしょうか。お、全力投球。これは、9位上がったんじゃない。ああ、なるほど。ってことで、9位プラス3、請求マイナス1かな。そうですね。請求が、まあ、B は乗りませんでしたね。ただ、やばい。9位87。これはこれで強いな。9位87の千賀選手。かっこいい。で、エスコバー選手ですね。エスコバー選手はかなり大事。9位が79なんですよね、確か。そう。なので、まあ、9位プラス1の称号をつけて、9位を A に持っていきたい。そう。それができればね、リーグオーダー9位 A82 以上を、このエスコバー選手をね、含めることができるんで、そう、他のね、9位 A の選手抜くことができるので、ちょっと大事ですね。ただ、極意書は、まあ、使わないでいこうかな。使わずにいきましょう。9位プラス1。最低9位プラス1。頼むよ、エスコバー選手。エスコバー。やったな、丁寧な投球。うわー、やっちゃったー。ってことで、最悪ですね。9位マイナス1、請求プラス2ということで、称号失敗です、これは。いや、これは、つけない方がいいかもしれないぐらいまだあるね。いや、これはきついな。9位が2位上がって、請求が、あ、じゃない、9位が1下がって、請求プラス2ですね。いやー、ちょっとこれは、どうでしょう。
つけない方がいいまであるけど、まあ一応つけておきましょう。うん、いやー称号失敗ですね。これは9位は絶対1は上げておきたかった。そんな感じで今回は称号やっていきました。まあ今日何人やったかわかんないんですけど、結構ね、いい結果だったと思います。有原選手とか菅野選手がね、まあ、オール同時になったりとか、うん、外選手のねパワーも上がりましたし、千賀選手は9位87なんでね、まあ全体的にはいい感じだったと思います。はい、そんな感じで多分もうこのシリーズ称号やることはないと思うのでね、またグランドオープン後に、うん、称号やっていければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロスピエンス、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。